出来上がりました。じゃあ後ろを回ってみますね。こんな感じでね、背中にちょっとぴったりつく感じですね。こんな感じでと上のリボンっていうかこうね、羽を斜めにする。あ、もちろんまっすぐでもいいんですけどね、好みなんですけど、ちょっと斜めにすると粋な感じになって、あのちょっと着慣れた感じになりますのでね、簡単ですのでね、これ椅子に座っても全然大丈夫ですね。で、あの紐1本使ってますけど、これはあの仮紐じゃないので抜かないで、必ずこう締めて中にしまうものなんで、これを帯揚げの前にちゃんと締めて、しまってから帯揚げで隠す形になりますから、帯揚げここでね、あの紐と帯揚げが来てますが、紐の方をまず最初に中にあのこうしまって、きちんと隠し紐になりますから、で帯揚げをもう一度きれいに締め直して、始末して出来上がりになりますからね。でもし帯揚げとかねなかった場合は、あのまた紐もう一本使って、隠し紐なんですけど、あと今ちょっとレースとかそういうのでこう飾って、若い方なんかね飾ったりなんかしてますけど、帯揚げを使っているところにそのレースのこういうなんて紐とかなんかね、そういうのをこう飾ってもらって、あの帯揚げの代わりにね飾っていただいても、若い方は若い方のあのアレンジになりますからね。まあ余談ですが、まあこんな感じであの簡単にできますので、いつものまあ得意のね帯結びいろいろあると思いますけどね、最初にまあ初心者の方だったらおぶんことか蝶結び、うん、あのあとちょっと年配の方でしたら矢の字とか貝の口が多いと思うんですけど、たまにこういうのも楽しいので、ぜひあの花火大会とかねお祭りなんかでも楽しんでいただけたら嬉しいです。じゃあまた楽しい帯結びご紹介しますので、次の動画でお会いしましょう。